どうも皆さん、こんにちは、フォーです。前回作ったですね、人口が180万人の都市っていう動画がね、結構人気だったので、続編を作りたいと思います。なんと、今回はですね、GTA に登場した街がね、すべてやってきました。サンアンドレアス州のサンフィエロ、ラスベンチュラス、リバティシティ、バイスシティっていう感じでございます。行きましょう。こちらに見えてますよね。なんか2つ見えてるんだけどね。じゃあまずこっち側行ってみましょう。まずはここにありますよね。北の方にですね、マップが新しく追加されました。さてこれは何でしょうか？知ってる人ならわかるんじゃないでしょうか。こちらはですね、グランドセフトオートサンアンドリアスから持ってきたマップです。すげえマップがですね、繋がってますよね。すごい。こんな感じのマップですよ。ここら辺はだいぶ田舎の場所なんですけどね。こっち側に行くと結構でかい街が見えてくるよね。こちらの街がですね、サンフィエロっていう街ですね。まあ、実際の地名で言うとサンフランシスコなんですけどね。こんな感じ。そして、右の方に見えてるのがですね、ラスベンチュラスっていうね。まあ、実際の街で言うと、ラスベガスなんですけどね。サンフランシスコとラスベガスがね、登場です。このサンフィエロとラスベンチュラス、そしてロスサントス、この3つの都市を合わせてサンアンドレアス州っていうみたいですね。なのでこの3つ全て揃ってる。これすごいよね、本当に。すごくない？サンアンドレアス州が完成ですよ。すごいよね、本当に。じゃあちょっとね、こっちのね、ラスベンチュラスの方に行ってみましょう。まあ、ラスベガスなんでね、カジノが有名ですよね。こんな感じで、あのね、ピラミッドとか見えるよね。実際のね、ラスベガスもこんな風になってます。すごい。ここに空港があってね。こんな風になってますね。すげえな。おー、そしてですね、ラスベンチュラスの後ろ側にはですね、こんな感じでグランドキャニオンがね、広がってます。砂漠とグランドキャニオンがあるっていうね。すげー。そしてなんかダムがあるね。なんだこれ、めっちゃでかい。マップが広すぎるよね。ダムがあって、そして目の前にはね、でかい都市があるね。サンフィエロの街が広がってます。すごいね。すごいすごい。めちゃなんか特徴的なビルも建ってますよね。おしゃれ。すごいね。そしてここにはね、大森林がありますよね。で、向こう側にね、なんかビルがね、見えると思うんだけど、あちらがですね、グランドセフトオートバイスシティから持ってきた街ですね。バイスシティという街です。あちらはですね、フロリダ州のマイアミが舞台になっています。でこちらのねバイスシティに関してはね、人口180万の都市っていう動画で詳しく見てますので、気になる方はねそちらをねご覧ください。そしてどんどんと進んでいくと、あれちょっと待って、何かおかしいよね。右の方を見てほしいんだけど、なんだか高いビルがいっぱい見えるんだけど、これはどういうことだ。これはどういうことだ。すごいぞ、すごいぞ。なんだかいろんなものが生成されていくのがわかるよね。なんと、今回、なんと今回ですね、リバティシティまでやってきました。こちらはですね、グランドセフトオート3じゃない、もあるけど、グランドセフトオート4からですね、持ってきたマップですね。グランドセフトオート4のマップで、リバティシティという街ですね。それがですね、バイスシティと繋がってるっていうね。でちょっとね、別視点から見ていきたいんですけど、この後ろがね、ロスサントス GTA5 ですね。GTA5 で、なんと目の前にはこんな感じで、めちゃくちゃ巨大な街が広がってる。これはすべてリバティシティから持ってきたものでございます。すごいよね。あっちにはね、見えるよね。女神、自由の女神が見えます。ちょっとそっち側行ってみようかな。こんな感じのマップになってますね。こちらはですね、パールハーバーにも行ったゼロ戦ですね。で、見てください。自由の女神があります。そうなんです。このリバティシティはですね、ニューヨーク州なんですよね、舞台が。ニューヨーク州のニューヨーク市が舞台になってますね。
で、リバティシティのね、人口はね、400万人って言われてますね。これはすごい。で、だいぶね、結構忠実に再現されてるみたいで、もう見えてると思うんですけどね、エンパイアステートビルとかもね、見えてますよね。あの左の高いやつ。ニューヨーク市のマンハッタンのビル街ですね。めちゃくちゃ発展してるよね。ちょっとね、ロスサントスも結構ビルがあるんだけど、ロスサントス以上にめっちゃ発展してるなっていう感じですよね。すげえ、でけえ。さすがニューヨーク。めちゃくちゃでかいね。規模が全然違うんですけどね。すごい、もう全然密集度が違うよね。こんな感じです。素晴らしい。リバティシティの人口はですね、400万人と言われています。これはですね、日本のね、福岡県よりは少なくて、静岡県よりは多いっていう感じの人口になってますね。おー、ちょっと若干見えたけどね、タイムズスクエアもありましたね。こんな感じ。そして真ん中にはね、どでかい公園があるんですよね。おー、危ねえ。こっからはですね、バイスシティになってるよね。リバティシティとバイスシティがほとんど繋がってる状態。すごい状態だよね。セントラルパークって呼ばれてますね。素晴らしい。そしてリバティシティはなんか3つの島に分かれてんのかな。このタイムズスクエアがあるエリアと、あっちのエリアと、そしてこっち側のエリアに分かれてるみたいですね。じゃあちょっとね、こっち側のエリア行ってみましょう。もうこの下はバイスシティだね。バイスシティとリバティシティ繋がりすぎだろみたいなね。すごいよね。あ、空港が見えてきましたね。こちらの空港、ジェン・F・ケネディ国際空港ですね。なんということでしょうか。リバティシティってかなり巨大だね。本当にこうやって見るとすごいマップが広い。まあ、ニューヨークで有名な高架鉄道がね、こんな風にずっとね走ってます。かっちょいいす。なんだこれ、めちゃくちゃかっこいいビルだな、これ。すげえ。こちらです。ポルシェ911-922っていう車ですね。最新のね、ポルシェを手に入れました。まだね、一般公開されてなかったと思いますね。こちらの車で、リバティシティ、見ていきたいと思います。あ、あったぞ、あったぞ。タイムズスクエア発見した。あっちに行ってみよう。おー。すげえ。こんな風になってるよ。なんだろうこれ、すんごいね。あ、多分分かった、これなんかバイスシティと被っちゃってんのかな。だからここになんか屋根みたいなのができてるんだと思うんですけどね。ちょっとバイスシティと被りすぎてるけど。おー、来ました、タイムズスクエア。来たぞこれ、すげー、やってきた。かっこいい。これが有名なあの場所ですか。人とか車とか全然いないんだけどね。なんかフェンスができてるけどね。うわー、もう事故りそう。怖い。もうこの国怖いよ。めっちゃ事故ってるよ。大丈夫かよ。あー、見えてきたね。これ電車ですね。高架鉄道です。ニューヨークでめっちゃ有名なやつだね。こんな感じになってる。結構ニューヨークなんでね、舞台が。なので一方通行が多いよね。ここも一方通行になってるよね。こんな感じ。素晴らしいね。てか早いな、このポルシェ。めちゃくちゃスピード出るんだけど。やばい。すごい楽しい。よーし、じゃあちょっとね、一回これ何キロ出るかちょっとやってみようか。行こー、すげー。早っ。200キロ余裕で超えて300キロ行くんじゃない。すごいすごいすごい。300キロ超えてる。おお、行き止まりだ。工事中、工事中。すげえな。いやー、人口400万人だけど、かなりスカスカだね。こんな感じになって、おー、いいね。かっこいい、何かありますよ。いやー、やっぱリバティシティはね、ビルがたくさんあるからね、楽しいね。本当に、めっちゃ大都市っていう感じです。アメリカ最悪のね、街って言われてるみたいですね。アメリカ最悪。でも、その一方でチャンスの街とも呼ばれてるみたいですね。あ、こんだけでかければね、チャンスもたくさん広がってるんじゃないでしょうか。おー、チャイナタウンに来ましたよ。ゴーゴーゴールドって書いてるけどね。なんかね、ここら辺に日本語もね、書かれてるっていうのもあったんですけど、日本って書いてるね。日本なんとかって書いてあるわ。ジャパニーズなんちゃらって書いてるね。わかんないですけどね。なんか肉や、霊肉講師なんだろうこれ。よくわからないチャイナタウンがすげえ広がってるね。
めちゃくちゃでけえじゃねえか、これ。すごー。すごい、すごい、すごい。これ夜にしたらどうなるんだろうね。おー、雰囲気あるね、めっちゃ。すげー。やはりね、GTA 4といえばね、このヘリコプターがすごい思い入れがあると思います、皆さん。じゃあちょっとやっていきましょう。これ警察のね、武装ヘリですね。こんな感じでガトリングがついてるっていうね。明らかね、いや警察が持つにはちょっとね、威力が強すぎるんじゃないかなっていうところなんですけどね。ちょっとね、マップ全体見てみようかな。昼間もね、すごい綺麗なんですけどね。ちょっとね、これを夜にしてみたらどうなるんだろうか。おー、綺麗。おー、綺麗。めちゃくちゃ綺麗。夜景がすごい綺麗だね。ロスサントスの夜景も綺麗だけど、こっちの夜景も素晴らしいね、やっぱり。ビルがたくさんある分、めちゃくちゃ綺麗な夜景になってる。タイムズスクエアもね、こんな風にね、電飾が綺麗についてますね。素晴らしい。ちなみにこちらがね、ロスサントスの夜景ですね。こちらも綺麗ですね。後ろを向くと、ニューヨークの夜景が楽しめちゃうというね。いや、すごい時代になったな、マジで。すごすぎるわ、ほんまに。ではですね、チャンネル登録とね、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。